えっと、理算最適化基礎論の、まあ、2024年になって初めての授業なんですけども、あと3回ありまして、3回ちゃんとやっていくということになります。で、あの、最初費用流問題って話をですね、この後半の授業の中ではしてまして、あの、いくつかアルゴリズムをご紹介してるってことになっています。で、前回は、まあ、あの、オンデマンドというか、 あの、教室でやらない形の授業だったんですけども、生活と消去法というものを扱いまして、まあ、それはある意味で、その相対問題を解くも形になっていて、まあ、そこから元の最小費用 B 流も分かりますよという形になってるんですけども、今日、あの、ご紹介するのは、あの、その、まあ、生活と消去法であるとか、その前にあった不平路消去法というものとは、また違う考え方に基づくアルゴリズムになっています。 それでですね、こうですね、流れとしては。で、まあ、あの、この、畜時最短の方、あ、まずこれ、畜時と呼ぶんだってことを言,う言おうと思ってたんです。すいません。これ、畜時って呼ぶんですけども、畜時最短の方っていうのをご紹介します。で、これはですね、 これまで,ですの、ね、の前に、えっと、だから今日はこれ1月9日ですね。で、あと2回あるということになります。で、1月30日はこれ火曜日なんですけれども、えっと、休みというか、えっと、私の記憶が確かならば、これ金曜日の授業をする日になってまして、えっと、そういうことなので、この日はこの授業はないということになります。だけども、あの、金曜日の授業がある人は、その金曜日の授業がこの日にあるという形になっているはずなので、ご注意ください。それで、えっと、もう一度ちょっと、あの、復習をすると。もうあの 過去のことなので、だいぶ忘れてしまっていると思うので復習するんですけども、B 流というものがありましたと。で、何だったかというと、まあ、その B という何かあのものがですね、頂点に対して与えられていると。これ V、これ、頂点集合だったというわけです。で、B 流というのは何なのかというと、まあ、それは流、流れなんですけども、この初めの条件は、いわゆる養養製薬であって、0以上、UA 以下という値しかこの FA を持てないということです。 2つ目は、まあ、流量保存制約に、まあ、類するものなんですけども、この V という頂点にえから出ていく量と入ってくる量を見ると、そ,れの,その差が、ね、BV になるということになる、えっと、を表していると。BV は、の負の値を取ってもいいんですけれども、BV が正の場合には、それはなんかこの,、まあ、この図でいうとです、ね、この入ってきているもの。 まあ供給ですねあ、まあ、この場合そのあの、その絶対値ですね、絶対値がその頂点における、まあ、需要を表しているものだというふうに考えていたということになるわけです。で、まあ、それもあの合わせて、この各頂点において、まあ、その、えー、と流量の保存が成り立っているというふうに思うのが、この2番目の制約というか条件であったということをまず思い出すということです。でこれが B 流の定義だったと で、B 流があったら、それに費用が定義できます。まあ、その費用を定義するためには、個費用関数っていう C というものが、えっと、個に対して与えられている場合を考えるんですけども、その個 A において流れている量 FA と、その費用 CA をかけて足し,合わせた足し合わせたものが F という B 流の費用であるというふうに定義したわけです。で、最初、費用流問題といったら、それは、えっと、この費用が一番小さい B 流を求めましょうという問題だったということになります。 これですね、えっと、与えられるのは入力としてのグラフと、この需要と供給を表す B、容量の U と費用の C。その時にえっとこの状況において最小費用 B 流、費用が一番小さい B 流を求めましょうというのが、今、ずっと議論していたことということになるわけです。はいでえっとそのそのですね問題を解くためにえっと3つぐらいですね。あの えと最適性条件というものをご紹介していたわけです。で、その中で一番初めに紹介したものの前に、それを言うために補助ネットワークというものをご紹介する必要があって、これ何だったかというと、最大流問題のときにもあったんですけども、何だったかというと、まずまあここにあるのは、えっ、ー、と、これ、B 流です。えー、とっと今日、諸教、B 流じゃないものに対しても、 補助ネットワーク作るんですけども、まあ、b ルじゃなくても、なんかこうな流れていればなんか作れるものだと思ってくださいということになります。で、どう作るのかというと、まあ、この右のようにして作るんですけども、どういうふうに作るのかというと、えっ、ー、と、なんだったかというと、この個の上になんか流れてると、個 A の上に FA 流れていて、その個の容量が UA、えっ、ー、と、費用が CA である場合に、この補助ネットワークにおいては何を考えるのかというと、この順向きの個と逆向きの子がありうりますよと。いうありうりますっていう、日本語を変換 <laughs> ありえますよと。 い純向きの子って何,なのか何,何を表すかというと、今これ FA 流れてるんですけども、あとどれだけ流せますかっていうのを費用として持ってます。でそれは UA-FA になります。それ流すと費用がかかるんですけども、その費用はもともとの状況の費用と同じで CA ですとで。それが純向きのところに出てくるということになります。UA-FA というこの容量がゼロのと,ときには、この純向きの子がないことになります。 で一方、逆向きの項があるんですけども、それは今 FA 流れているものを、流すことをやめますよというのを表すために書かれているものだったというふうに考えるわけですで。どれだけやめられるのかというと、FA だけやめられるので、その容量を FA とします。逆向きの項の、FA えー、と容量を FA としますで。流すのをやめると、えー、と費用が減るので、えーと、その減ることを表すために、この逆向きの項の費用はマイナス CA とします。 ということになっていました。いいですかね。という形で、まあ、この補助ネットワークというのは作られるという形になっていたということになります。で、この補助ネットワークを使って、いろいろとアルゴリズムとか、えっと、最適性条件を考えるということを、まあ、延々とやっているということになるわけです。で、初めにご紹介した最適性条件というのは何だったかというと、簡略費用最適性条件と呼ばれるものです。で、これ何なのかというと、えっと、今考えている F というものがあったら、それが最小費用ビールであるための必要十分条件を与えています。 で何が必要十分条件だったかというと、次を満たすポテンシャルが存在するという話でした。で、ポテンシャルっていうのは何なのかっていうと、まあ、ただ単に、えっと、頂点に対して何か実数をああの割り当てているものだと思っていただいていいという話でした。で、まあ、あの電気回路の類推をするときには、まあ、これは電圧とか電位のようなものだというふうに思ってもらっていいですよっていうふうな話もしたんですけども、まあ、それをやりだすと逆、逆 に分かりにくいかもしれませんとってくださいということです、すそれが次の条件を満たしている、うすいません、ポテンシャルで次の条件を満たしているようなものが存在するということは必要十分条件でしたということです。で、条件は何かというと、えっと、AF っていうのは、これは補助ネットワークの子集合ですから、補助ネットワークにおける任意の子 UV に対して、補助ネットワークにおける UV というこの費用をマイナス U のポテンシャルプラス V のポテンシャルが0以上。 皮膚ですよというのがすべてのこう UV に対して成り立っていることというふうにこの条件があったというわけです。いいですかね。まあこれはこういうものだったってことをまあ思い出すと。で、これ今日使っていくことになります。で、あの、この左辺ですね。この、えっと、UV というこの費用マイナス U のポテンシャルプラス V のポテンシャルのことを、まあこの UV というこの簡略費用というふうに呼ぶということもちょっと言ったんですけども、まあちょっと 今日この用語を使うことがあるかもしれませんので、まあ一応ご紹介しておくと。まあ英語で言うと、えっと、リデュースとコストですね。まあ何がリデュースなのかってこと全然説明しませんけども、まあこれ簡約費用と呼ばれるということになります。で、まあこれがゼロ以上であるようなポテンシャルが存在することが、えっと、最適性条件であるというふうに言っていたと。で、今までまあ何をしていたかというと、あの、この、えっと、簡約、 費用最適性条件っていうのを、まあ、まずはじめにご紹介して、まあ、これはそのですね、あの、線形計画問題として、最小費用流問題を書いたときに、あれですね、相互性条件からまあ出てくるものだったっていうふうなことをちょっと思い出せるといいんですけども、まあ、それはもうあの使わないので、それは、ま、今、 コメントとして言っただけで、えっと、思い出してもらえ、その時、あの、また後で復習し,して思い出していただければいいんですけども、その簡約費用最適性条件から、他のですね、最適性条件っていうのを導いてきたってことがあります。それは、不平路最適性条件というものと、性カット最適性条件というものでした。で、まあ、それぞれの条件を見ると、なんかこの条件から、その不平路消去法とか、性カット消去法というアルゴリズムが、なんか自然に得られる気がしてくるという話を、前回と前々回したということになるわけです。で、今回やりたいのは、 費最適性条件をそのまま用いてアルゴリズムを作りましょうという話になります。で、これがですね、その前回、前々回に行った、紹介した不平炉消去法や正カット消去法のように、この最適性条件から自然と出てきますかと言われると、あんまりそういう感じはしないものです。なんですがある意味で自然です。で まあ、それを自然と感じるかどうかっていうのは人によるので、もうあ主観なので、まあ、自然と感じなければ、まあ、これは自然ではないということになりますし、自然だと感じられれば自然ということになると。で私の、まあ、説明の仕方によって、皆さんの印象は変わるということになりまして、でまあ、あの困ってしまうとあ。困ってしまうというのは、まりあの私の力量が問われているということになって、まあ、できる限り自然に思えるように説明していきたいと思うんですけども、まあ、自然に感じられなかったら私の説明が悪いと思ってくださいということになります。だから皆さんのせいではないと。 いうことだけは強調しておいて、このアルゴリズムを説明するんですけども、そのアルゴリズムは、蓄字最短路法と呼ばれるものです。で、まあ、これ、あの文献によっては最短の繰り返し法と呼ばれることもありますけども、まあ,あの名前についてはちょっと後で、えー、と少し、えー、と補足します。で、いきなり、その蓄字最短路法がどんなものなのかってことを、まあ、紹介していくことになるんですけども、気分としては、まずここに書いてあることが気分で、えー、とその相互性定位の気分を持っていると、そのまあ、 流れというものとなんかポテンシャルというものをツイ,にツイートして持っているですという視点があるわけです。流というものはなんか、えー、と主問題の会でえっ、ー、とポテンシャルは相対問題の境界であるような気分であって、でそれらが最適解である。 ための必要十分条件が相互性定理においてはあって、それは主許容性と相追許容性と相互性条件という3つの条件を満たすことであったというのが、その線形計画法における視点だったわけです。で、今からご紹介する逐次最短の方は、この視点においてどういうふうに解釈されるかというと、相追許容性と相互性を満たしたままずっとアルゴリズムが進んでいきます。 で宗教要請は満たすとは限らない形で進みます。なので、F というものを持っているんですけども、それは実は B 流ではなくて、B 流のようなものになります。で、それをだんだん B 流に近づけていくということをするというのが、この築地最短の方において、この相互性定理から見た視点になります。築地最短の方を相互性定理から見た視点になります。で、じゃあ、どのようにこの許容界ではない、その B 流のようなもの、 っていうものを考えていくのかっていうのが自然と思えるか自然と思えないかっていうことになるわけですけどもえっとこのような話はですね実はえっとですね最大流問題の時にはえっとどういうふうに考えたかっていうと F というものがその ST 流じゃない ST 流のようなものっていうものを考えることによってアルゴリズムを作っていてその時には ST 全流 ST プレフローっていうものを考えてやっていたんですけども、ここでやる、今日ご紹介する蓄積最短の方では、その全粒とは違うようなものをまた考えるっていう形になります。だからそういう意味では、その,あの、えー、っとその時に言ったのは、プッシュリラベル法ですね。プッシュリラベル法の時にやったようなことで、その、なんだろう、B 粒のようなものっていうのを考えるわけではないので、それもちょっと違うんだってことは意識してください。はい。はい、という前振り。 で始めていきます、はい、では、えっと、基本的な考え方。基本的にはです、ね、まあ、これ、入力その、えっと、最小費用流問題に対する入力は、グラフ G と容量 U、費用 C、そして需要と供給を表す B というものになっているわけです。で最終的には、そこから、えっと、最小費用 B 流 F というものを、まあ、求めたいということになるわけです。で今言ったように、この最小費用 B 流 F だけを求めるんじゃなくて、それとは対になるようなポテンシャルも一緒に見つけましょうということを考えるわけです。で、どういうことかっていうと、まあ、B 流とポテンシャルなんだけども、ポテンシャルが先ほど言っていた簡約費用最適性条件の条件を満たすようにしたいというようなものを見つけたいと。で、そういうもの、ポテンシャルがあれば、今考えている B 流というものが最小費用 B 流ですねということが、先ほどの簡約費用最適性条件から言えるということになるわけです。でこれを 目指したい。で、このですね、入力から見つけるのではなくて、これを段階的に見つけるってことをしたいと思います。で、そのために何をするかっていうと、今、B というその需要と供給を表すような関数が、この問題では与えられているんですけども、それを一旦無視しますというか、無視はしないんだけども、これを変えます。で、どう変えるかっていうと、とりあえず、この、えっと、B というものがゼロ、どの頂点においても需要も供給もありませんよっていう状況からスタートすることにします。 でこの状況から考えて、この状況における、まず最小費用、まあ、ゼロ流ですね、ゼロ流 B0 流を求めて、なおかつそれに対応するポテンシャルで簡約費用最適性状況を満たすものを見つけましょうということをします。これゼロ流、0 b この B が0の場合なので、結局、何も流さなければ、これは最,適え最小費用0流になります。 だから、それはある意味で、この場合は一番簡単な場合ですね、えっとえっと、何も流さないっていうものが最小費用になっているっていう、まあ、ある意味初期化をしているだけなんですけれども、まあ、そういう形でこの場合は簡単に、この最小費用 B0 流っていうのが,が見つかることになるわけです。で、まあ、この状況から考えます。で、何をするかっていうと、今、これ,れ、B0 と書いてるんですけども、今、この需要も供給も何もない状況。 から本来考えたい需要や供給の場合にどんどんこの B というものを近づけていくということをしようと思うという気持ちになります。で何するかというと今、この B0 が0であるそのゼロ流という状況を考えていてその最小費用ゼロ流である F0 とそれに対応するポテンシャル P0 っていうのがあるんですけどもこの F0 と P0 というものを見て次にどのようなその B を考えればいいですかっていうのを決めます。 まあ決めるというか、えーとまあ、考えます。で、この、まあ、新しくなんか、まあ、作るんですよこの B1 というその新しい需要と供給を作ります。で、それに対して、最小費用 B1 流と、まあ、対応するポテンシャルっていうのを見つけましょうっていう形に進めていきます。で、これを繰り返すんですね。今、この前の段階の,の F1 っていうその最小費用 B1 流とそれに対応する P1 っていうポテンシャルがあったら、そこから次の、またこの B、 対応する需要と供給を作ります。で、それを作ったら、またそこから、それに対応する最小費用 B2 流と、それに対応するポテンシャルっていうのを見つけるってことをします。で、これを繰り返していって、だんだん、この B の方を、この、本当に考えたかった B に近づけていくってことをすると。これを、その、ま、逐次的に行っていくということをします。で、最終的に、ま、これ、ま、K ステップぐらい行ったら、この、今考えている、この需要と供給というものが、 えっと、本当に考えたかった B になってほしいですよという気持ちで、どん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 この B というのをゼロだったところから B に近づけていくということをするという気持ちでやっていきます。で、この B というのが、初、まあ、めは需要も供給も何もない状況から始めるんですけども、最終的には、えっと、考えたかった B になるようにしていく、つまり、まあ、そういうふうに、まあ、なんか単調にこの需要や供給がです、ね、増えていくようになんかしていきたいという気持ちでやっていきます。 で、この気持ちの中には、まあ、ちくじっていう気持ちは、まあ、そういう形で、まあ、かる気持ちになるんですけども、これ、最短度って何でしょうっていう、この気持ちは、まだ何もお伝えしてないということになります。で、それが実際に、この矢印ですね。この、どのようにして次の B を見つけていくのかというところで、最短度っていうものを使うって形になっていきます。これ、おそかな。えっと、この矢印と、もうこ、こっちも矢印ね。こっちの矢印も先生。まあこ、この2つの矢印が同時に、えっと、 実行されるんですけども、まあ、その、えー、と部分で最短路を使うという形になってきます。で、実際にどうやっていくのかということをまず例で見ていきます。はい。今、このような問題例が与えられているとしてください。ちょっと図 <laughs> が小さい字、字が小さいのは申し訳ないですけど、ちょっとこの1ページにたくさんのことが書きたくて、小さくなっているんですけども、ちょっとそれはご容赦いただきたくて、で、文字もあんまり書いてないので、えー、と図しかなくって、何が行われているのかということが、口だけでしか説明されませんので、それはちょっとご注意ください。 で今、これは入力の状況です、えっと。グラフがあって、各個には順番に、えっと、容量と費用が書かれていると。えっと、V0 には3、V2 には1という供給があって、V3 が1、V5 が3という、まあ、需要を持っているという形になっているような状況です。で、えっと、やるのはです、ね、何なのかというと、先ほどあったように、まあ、とりあえずその、えっと、流れですね、流とポテンシャルを初期化します。 で、まあ、それはこれ全部ゼロ。今、このゼロって書いてる赤いのは、この、この上にはゼロだけ流れてますよというふうに言ってると思ってください。で、頂点にこのね、ま、なんか、青いのがついてるんですけども、これも、この頂点に対するポテンシャルを表していて、それは今全部ゼロですよという形で、えっと、そのポテンシャルを初期化していると思ってください。で、これは、この赤いのですね。これは、今考えているこの需要と供給に対する B 流ではありません。 なんでかっていうと、例えば V0 っていうのを見,見ると、V0 はこう3だけ流入というか、その需要が、えー、と供給があるんだけども、そこから出ていっている量の、えー、と合計は0なので、この V0 においては、この B に対して、えっ、ー、と、流量保存制約を満たしていないってことになるわけです。だけども、この3とか1とか、この需要の1とか3、これは全部0であったとすると、ここに書いてあるものは、えっ、ー、と、0流になっています。 のでそういう意味で、まあ、ゼロ流なんですけども、今、その与えられている B に対する B 流ではないということは注意をしてください。はいまあ、B 流ではないんですけども、B 流じゃなくても、一応、先ほど定義したような、えっと、補助ネットワークというものをこれ、この今の、えっと、流れている状況に対して定義することができます。と言いながら、実は全然何も流れていないので、補助ネットワークを作っても、それは元のネットワークと変わらない形になります、この場合は。今、ここの左下に書いてあるものは、これは補助ネットワークです。 本当トネットワークです。本当トネットワークが書いています。で、何をするかというと、先ほどの流れによると、今、この、えー、っと何も流れてない状況と、す、え、べ、ー、てのコテンサーがゼロであるという状況から、なんか流して、そのなんか B1 っていう新しい需要と供給に対する最小費用率を見つけたいっていうようなことをするわけです。で、そのための計算が右で行われます。 で、右で行われることは何なのかということを今から説明します。で、こんな感じのネットワークを新たに作ります。で、これ何なのか説明します。今、この真ん中に書かれているもの、これは、まあ、この場合は偶然、このネットワークをそのまま書いているという形になっています。これ、次から変わってくるので、ちょっと注意してください。はじめはこうなってます、偶然。で、S と T という新しい頂点を設けています。で、設けまして、も、えー、ともとの 状況で V0 と V2 には、えっと、供給があるんですも、その供給を持っている頂点に対して S から個を出しています。で、その個に対しては、えっと、費用はゼロにしています。で、容量があるんですけど、容量がその供給量に一致するようにしています。同じになるようにしていますで。そのように S から供給のある頂点に個を伸ばしているって形になっています。で、一方で T というものがあるんですも、T は T に向かって個が出ています。 でででどこから子が出ているかというと、需要のある頂点から子が出ているという形になっています。で、その子の費用はどれもゼロで、ヨ、えーヨーの方がその需要量そのものになっているという形になっています。で、でまあ、このような、えー、とネットワーク、ネットワークですね、ネットワークを作るという形になります。 まあこういうような気分のネットワークは前回、その、えっと、生活と消去法を考えた時にも作ったんですけども、まあ、同じような感じなんだけども、もしかしたらその時と、この費用とか、えっと、用路の付け方が違うかもしれませんので、それは注意をすると。同じだったかもしれない。ちょっともう忘れてるんですけども、まあ、そんな感じだと。で、何するかというと、このネットワークを見まして、ここが重要なんですけども、簡約費用、あ、 すいません。今これ、簡易な費用って言いますけど、この費用ですね。この費用を距離だと思って、最短 st を見つけます。費用を距離だと思う。だから、この、この ss から v0 に向かっている、この子の距離は0です。な長さは0です。というふうに思うと。えっと、v1 から v2 に向かっている、この子の距離は2ですとか、あ長さは二です。というふうに思う。というふうにします。で、それで、えっと、 最短 ST 路を見つ,け、えっと、見つけようとすると、まあ、この S から V0、V3、T に、えっと、順番に、えっと、それらを通っていくものが最短 ST 路になっているということが、まあ、これ計算すればわかります。で、この、えっと、オレンジ色の,この数値があるんですけど、これは S からその頂点までの距離を表しています。まあ、実際にですね、このダイクストラ法とかそういうものを動かすと、まあ、S から T、 の最短路を見つけるんだけども、その時には実際には全ての頂点に対する距離もあの、えー、と自動的に求まってきます。まあ、ちょっと半分嘘言ってるんですけども、まあ、普通にダイクストラ法を動かすとそうなります。ので、それも書いてる。で、実際に、まあ、t に行くには、まあ、v0、v3 を通っていくと一番えっ、ー、と短いなってことが、まあ、これでわかるということになります。で、この最短路を見つけたらどうするかっていうと、ここはですね、えっ、ー、と、 最大流問題の時の増加同法の時と似てるんですけども、この最短度に沿って流せるだけ流します。今、この最短度が使っている子が3つあって、その子のですね、容量が3、2、1。なので、容量いっぱい流そうと思っても流せるのは1単位だけです。だから1単位流します。ってことを決めると。流せるだけ流す。1単位流すと。 で、これによって何が起こるかっていうと、今 V0 っていうのは、えー、と供給3を持っていて、V3 っていうのは需要1を持ってるんですけども、その中の V0 の供給1分、V3 の需要1分は、このこの最短路に沿って流したもので、ま、かないますよっていう気分になるわけです。で、それを流して実際、えっ、ー、と、次の、えっ、ー、と、ステップに移りましょうということになります。で、それでこうなると。で、今、ここだけ。 この先ほどのその最短路に沿って、ここの部分、1流しましたから、1今流れている状況がここで更新されて出てきましたよということになります。で、もう1個、ポテンシャルも更新します。ポテンシャル、今、先ほどは全部0だったんですけども、今なんかマイナス1とかですね、マイナス3とか出てきてると。で、これどういうふうに更新しているかというと、前のページ、もう一回戻るんですけども、先ほどこの計算したこの距離がありました。010223。このですね、距離をもともとの えっとポテンシャルから引きます。例えば今 V1 っていうのを見ると、もともとのポテンシャル0なんですけども、エンパの最短路に沿ったその距離が1なので、えっと、0を引く1で、新しいポテンシャルはマイナス1になります。いいですか。で、それをすべての頂点について行うということをします。で、そうすると、まあだん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 このポテンシャル減ってくるんですけども、まあこういう形でポテンシャル更新します。いいですかね。で、 この状況で考えます。でそうすると、まあ、まずはですね、その、まあ、V0 の元々のその、えー、と供給は3なんですけども、V0 が出てるのは100なので、まだこの V0 においては、流量保存制約が満たされていないわけです。だからこれまだ B 流ではありません。だけども、まあ、B 流じゃなくても、先ほど言ったように、これに対して、えっ、ー、と、補助ネットワークは作れますので、作ります。 でこんな感じになると。でそうすると、今、この V0 から、ね、V3 に向かっている子の上には1しか流れていませんので、まあ、順向きと逆向きの両方のえっと子が、このえっと補助ネットワークに現れるという形になるわけです。で、えっと、注意しないといけないのは、逆向きの子の費用はマイナス2になるということですね。もともとの費用が2なので、その逆向きはマイナス2になるということになるわけです。で、でここで,で、えっと、いろんなことをちょっと。<laughs> 説明しないといけないんですけども、まず何をするかっていうと、えっ、ー、と、先ほどと同じようにこの右側に、えっ、ー、と、ネットワークを作ります。で、どうするかというと、先ほどと似てるんだけども、先ほどちょっと言わなかったことをちゃんと言えなくて、くて何かというと、今ですね、この真ん中には、このネットワークと同じグラフ構造があるんですけども、費用が違います。この V0 から V3 に向かっている子は、1、2っていうその、えー、と費用2なんですけども、この右側ではこれ費用0になっています。で、これどうするかっていうと、ここの、 えっと右側に書くところの費用は、これは、これ、これ簡約費用にしてます。で簡約費用ってなんだったかっていうと、もっとこの、えー、と補助ネットワークの費用があるんだけども、その費用をマイナス視点のポテンシャルプラス終点のポテンシャルです。なんか今、えっ、ー、と、 これれ今、えっと、待ってくださいね。これは今は、ちょっと、えっと、逆のこと言ったので、もう一度言いますね。すいません。えっと、これは今は、えっと、V0 から V3 に向かっているこのことを言っているので、えっと、この V0 から V3 に向かっているこの簡約費用は、そのこの費用をマイナス、えっと、支点である V0 のポテンシャル、プラス、終点である V3 のポテンシャルです。です先ほど、丸の付け方の順番が間違ったので、言い直しました。だから、計算としては2、2、マイナス0、プラス、マイナス2。 なるとで、それは0ですということになります。いいですかね。という形で、今、ここの右側に入っているこのネットワークでは、この費用の部分、これ全部簡約費用を書くことにします。でそうすると、こんな感じになるとで。そうすると、例えばここ、今、V1 から V2 に向かっている子は、費用割りなんだけども、支点のポテンシャルマイナス1で、終点のポテンシャル0なので、2マイナスマイナス1プラス0。だから3になるという形になります。 これあの、手でやってるんで、またよく間違えるので、えっと、間違ってるかもしれませんが、ま、間違ってないことを祈りながら、これやるということになります。間違っていたら教えてくださいということになりまして、そういうの中に、ね、よろしないんですよね、えっと。手でやるなっていうふうに思われるかもしれませんけど、私の場合ですね、まあ、これぐらいの規模だったら、まああの、プログラム書くよりも手で書いた方が早いと思っているので、手でやっていて、まあ、手でやるバグとプログラムのバグを考えたら、まあ、プログラムの方がバグのが多そうなので、まあ、手でやってるということになります。許していただいて、 で、それはこの真ん中の部分ですね、真ん中の部分の作り方です。で、S から出ているところ、これ先ほどと同じなんですけども、今ですね、V0 においては、供給1分はもうすでに流しました。ので、あと、残っている供給は2です。ということで、この費用じゃなくて、えっ、ーと,えー、と、費用じゃなくて、容量はその残っている供給を表す2にしています。いいですか、これは残っている供給です。2っていうのは。あ、かけてない。 残,残された供給。残っている供給。供給項ですね。で、えー、V2 の方はまだ、えー、と全然流れてませんから、この1という供給そのまま、えっ、ー、と、容量に持たせるということになります。で、需要の方なんですけども、この V5 の需要3はまだ何も、えー、と満さされていませんから、この3という、えー、と容量を持つ項が V5 から出てます。で、V3 の方の供給1っていうのは、もうすでにこれに満たされてます。1流して。 だから、えっと、V3 から P にはもうこう必要ないということになって、それは書かないということにしてます。という形で、この右側のグラフができているということになります。いいですかね。で、これ見ると、この真ん中の部分で書かれ,書かれているこの費用は、これ簡略費用だっていうふうに言ったんですけども、この簡略費用を見ると、どれもゼロ以上になっています。これ重要ですね。ゼロ以上になっています。ということは、この簡略費用は、あるものに対する 対ししてて約費を最適性条件に満たいるわけですでそれ何なのかというと、今、この真ん中の状況ですね。この真ん中の状況は、V0 に1供給があって、V3 に1需要がある場合の最小費用流になっているわけです。だから、先ほどの,そのイメージでいうと、この V0 にえっと供給1あって、V3 にえっと需要1があるという B に対して、今、 ここでは最小費用流が見つかっているという状況になっているというのが、この簡略費用がすべて0以上であるということから分かります。ただ、今ここに書いたこれっていうのは、元のこの需要と供給、供給と需要の状況とはまだ同じではありませんから、先ほどと同じように、今ここで作ったネットワークにおいて最小費、えー、っと最短路を見つけて、なんか更新するということを続けていくということになります。 で実際にそれをやります。で、それをやると、この場合は最短度はこれになりますと。これ多分これ唯一の最短度で、えっと、S から T の最短路ですね。えっと、これ長さこれ0ですけども、これを見つけます。で、えっと、実はこのどの頂点にも最短路で行くと距離0なんですけども、えっと、P に行くにはまこれしかない。ので、これを見つけてます。はい。で、えっと、 で、今これ見つかったので、先ほどと同じように、これに沿って流せ,流せるだけ流します。で、えー、っと、容量を見ると、1、3、3っていう容量を持ってますから、まあ、頑張って流そうと思っても、1しか流せないってことになりますので、1流すというふうにします。で、1流しますってことをこれで決めるということにします。で、こう決めましたので、その決めた量だけ流すっていうふうにして、この左側、上の方の状況を更新するということになります。 で更新すると、この V2 から V5 には1流れるんだけども、先ほどと同じように、ポテンシャルも更新します。で、ポテンシャルどうやって更新するんだったかっていうと、元のポテンシャルマイナス距離だったんですけども、効果、不効果、すべてのこれ距離ゼロにな、ゼロになってますので、ポテンシャルは更新したら今のまんまになります。これがいい例なのか悪い例なのかもう分からないんですけども、こうなってしまっているので、こういうふうになると。 で、次の場合はこうなりますと。だからここ今1、新しいのがありまして、ポテンシャルは前と変わらないという形になっています。で、やることは同じです。今、でこの状況は、えー、とあるんですけども、えー、とまずここに、工、え、場、ー、ネットワークを作ります。作ります。こんな感じですね。で、えー、とそうしたら、この右側にまださっきと同じように、簡約費用を使ってネットワークを作ります。こんな感じです。でそうすると、V2 における、えっ、ー、と、 供給はもうすべてあのあのあの賄えているので、V2 には引かないと。V3 における需要もすべて満たされているので、V3 から T にもこう引かないという形になります。で残っている供給、V0 においては2。V5 の需要、残っているのは2なので、えっと、このように、えっと、両方とも S から V0 に向かっているこの容量は2。V5 から T に向かっているこの容量も2というふうに定めるというふうにします。で真ん中の部分、また先ほどと同じように、簡約費用を書いています。 でこの簡略費を見ると、どれも0以上なので、やっぱりこの右上に書いているこの流れっていうのは、ある B に対する最小費用流なんだけども、それは何なのかっていうと、今流している状況の最小費用流です。だから何なのかっていうと、V0 と V2 に1だけ供給があって、V3 と V5 に1だけ需要がある場合の最小費用流になっているということになるわけです。でそれがその、まあ、このポテンシャルの存在からわかるということになります。 それは、ま、この状況ですね。で、今考え、今は、だから、この何かの最小表有いられてるんだけども、この何かっていうものが元の B と違いますから、先ほどと同じように最短路を見つけて何かするということをします。何かじゃないです最短路を見つけて流すということをします。で、最短路を実際見つけると、こんな感じになると。これ、えっと、実はですね、SV0V4V5T って向かっていくような最短路を見つけているんですけども、えっと、これ実はですね、えっと、s v 0 v 1 v 4 v 5 と言っても、これも最短のです。だから、まあ、これどちらでもいいです。どちらでもいいので、まあ、最短の一個見つけるということにします。で、えっ、ー、と、この最短度に沿って。えっ、ー、と、えっまず、ちゃんと言いますね。えっ、ー、と、この最短度の長さは、えっ、ー、と、ゼロ足す、ゼロ、ゼロ、ゼロ足す。 0たす、何だというと、この最短度に沿って流せるだけ流すんですけども、今、この、えー、と最短度が使っているこの容量は、順番に2、2、3、2なので、頑張ると2流せます。とか、2流します。ってことをすると。いいですね。流せるだけ流すというふうにします。 で今、流す量を決めたましたので、それをこの左上に移して更新すると。で、ポテンシャルも更新するんですけども、今、この,の V2 と V5 のところが1になってますから、えっと、ポテンシャルの更新どうやってやるんだったかっていうと、元のポテンシャルから距離を引くだったので、この更新によって、V2 のポテンシャルがマイナス1、V5 のポテンシャルがマイナス4になります。マイナス3、マイナス1でマイナス4になります。と、渡しで更新します。こんな感じですね。 こんな感じでそうすると、ここら辺に流れている状況になっていて、ポテンシャルが更新されたという形になっています。で、また同じことをします。えー、っとですね、補助ネットワークを作りますと。で、作って、またここのネットワークを作るということになります。で、こんな感じになると。今ですね、もうこのすべての、えー、っと、供給と需要、もう賄えてますから、S から出ていく子もありませんし、T に向かっていく子もないという形になっています。で、えー、っと、この、 簡略費用を見ると全て0以上になっている。ということは、今、ここの状況は、元の状況、V0 に供給3、V2 に供給1、V3 の需要が1、V5 の需要が3である状況の最小費用量ですよってことが、簡略費用最適性条件からわかるということになるわけです。で、この需要供給は元の B に一致してますから、おめでとうございます。これで、はじめの B に対する最小費用比率が得られましたということになるわけです。 これが逐次最短の方です。さあ、これは自然でしょうか自然じゃないでしょうかこれはですね、まあ、ややこしい話になりまして、まあ、自然と思えば自然、自然と思わなければ自然ではないということになって、まあ、えっ、ー、と、いずれにせよ、これがアルゴリズムです。ちょっと言葉にして書いてみるとこんな感じで、ちょっともう読む気はあんまりないんですけども、先ほどの流れをまあ一応言葉にしてみたと。まあ、初期化としては F は0、ポテンシャルも0として初期化しますと。 でこの F が B 流になるまで続けますとで。この時にこのポテンシャルっていうのが、ずっとその簡略費用、さ F に対する簡略費用最適性条件を常に満たすようにしているっていうのがポイントです。で、えっとまあやるのは助、それ F, F があるので、補助ネットワークを作って、費用を簡略費用に変更して、頂点 ST を追加して、S から何かこうを作る、T に向かってこうを作ると。でそうしたら、えっと最短、えっと最短。 路を見つけることをして、その最短路に沿って流せるだけ流して F を更新するっていうのと、距離を引くことによってポテンシャルを更新するっていうのを何度も続けますよということを F が B 流になるまで実行するということになります。で、これがまあ逐次最短路法ですということになります。で、まあ、実際この,です、ね、この,あの第,第5ステップというか、このところでそのまあ最短路を見つけているので、最短路計算を行っているので、それを逐次的にやるということで、逐次最短路法と呼んでいるということになります。 いいいでしょうか、はいまあ、これがアルゴリズム。で、まあ、まあ、このアルゴリズムの文字面を見てですね、あんまり分かる気はし,、ま、し,しないと思うので、まあ、例で理解する方がいいかなというふうに思ってますので、まあ、例で理解してもらって、皆さんも自分の例があったら、それに対してやってもらえばいいと思いますし、まあ、もし実装したいなと思ったときにも、まあ、例を追っていけば、こうやってやるべきだとてことは分かると思うので、それでやってくださいということになります。はい。それでですね、 どうしようかなまだこういう感じなんですよね。もう,もう一度この図を見せると、まあその初めは何もその需要供給がないところからスタートして、す、え、べ、っと、てのこ,こにおいて何も流れてない状況、で、ポテンシャルも全部ゼロっていうところからスタートして、どん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 この B が大きくなっていくと、需要と供給がどんどん大きくなっていく。で、最終的にこの B になりますよって形で、えっと、アルゴリズムが進んでいくということになるわけです。で 重要なのは何なのかっていうと、先ほどから言ってるように、今考えているその B におけるなんかその B 流があるんだけども、それと対になるポテンシャルっていうのが常にその流れに対する翻約費用最適性条件を常に満たして続けているっていうのが重要です。で、まあ、こういうそのあの常に満たしている条件っていうのを、まあ、プログラミングとかアルゴリズムでは普遍条件とかって言ったりするんですけども、こういう条件が常に保たれているってことは非常に重要で、それがこのアルゴリズムの正当性に関わってきます。 でこれは証明しなくちゃいけないことになるわけです。つまり、まあ、1つのステップを見ると、第 i マイナス1ステップと第 i ステップの間で、第 i マイナス1ステップのところのポテンシャルが先ほど言っていた通り、簡約費用最適性条件を満たしているとしたときに、その次の段階で作られるポテンシャルも必ず簡約費用最適性条件を満たしますよということが証明すべきことです。 でこれが証明できれば、先ほどの流れに沿っていって、ちゃんと停止したときには、簡約費用最適性条件を満たすようなポテンシャルがありますよってことになるので、正当性が言える、正しく、停止したときには、正しく最小費用ビールが見つかってますよということが言えることになるわけです。でこれを証明していこうと思うんですけども、まあ時間がいい頃合いなので、今、ここでじゃあ3分休憩して、休憩のあとでこの、確かにこの1ステップ進んだあとで、簡約費 最適条件がが度を使うんだってことが重要であるってことがかるととというここがかになります、はい、ではですね、えっと、休憩3分間のタイマーが、今、えっと、カーソルがです、ね、ここにあって、タイマーが、タイマーが、タイマーがここですね、にありますので、じゃあ3分、じゃあ休憩しまして、じゃあ、じゃあ初めの1分、ちょっとあの教室の方、換気をお願いします。 あ,では関係ありがとうございました。 はいでは、休憩をしまいで、続きをやっていきますけども、今言った通りですね、今ってまあ3分前ですけども、えっと、この簡約費用最適性条件を常に満たし続ける、なんか、日本語がまどろく簡約費用最適性条件の条件と言ってますけども、まあ、簡約費用最適性条件は、B 流が最小費用であるための必要十分条件で、その中にあるポテンシャルが満たすべき条件のことを条件の条件と言っていて、ちょっとい。 日本語がまあ、どろっこしいんですけども、まあ、これをやってきますと、グッとなります。だからまあもう少し言うと、こんな感じだと。今、その第 i マイナス1ステップのところで、まあ、この Pi マイナス1っていうこのポテンシャルが、その解約費用最適性条件の条件を満たしている、つまりこの解約費用が必ずゼロ以上ですよというのが、その段階での補助ネットワークの子に対してすべて言えてますよと。 いうこととを仮定しますとで更新後ですね更新後にまたこのえっ、ー、とポテンシャルを作ったら、そのポテンシャルに対して、そのその、えー、と補助ネットワークにおいても、この簡略費用が必ず0以上ですよってことを言いたいということになります。で、ポテンシャルの更新は先ほど言ったその距離を使ってやっていたわけですね。前の段階のポテンシャルからその頂点までの距離。 まあ今、D と書いてますけども、これを引いたものが新しいポテンシャルでしたよっていうのが、まあ、そのポテンシャルの更新でしたということを思い出すということになります。で、えっと、この FI っていうのを作るときですね、新しいこの、えっと、B、なんていうんですか、新しいこのまあ流れのようなものにおいては、えっと、最多のに沿って、えっと、あの増加させていたということも思い出すというのが2つ重要なことです。で、じゃあ実際に証明していくんですけども、何かっていうと、つまり、す、え、べ、っと、ての2ですね、の U v ですね、新しい方の補助、えっと、ネットワークの任意の UV に対して、その簡約費用がゼロ以上であるということを言うということをやっていきたいと。で、まあ、一応、倍分けしましょうということになります。この、U、UV っていうのが、もともとの、この前の段階の子でもある場合と、そうでない場合に分けて考えましょうということをやっていきます。で、じゃあ、前の場合とに、前にもあった場合。 第ま、でそ,その時に、えっと、今、じゃあ、えっと、これ、下に書いてあるのは先ほど書いたことのちょっと、えっと、復習です。リマインダーです。で、状況はですね、その、えっと、第 i-1 ステップの補助ネットワークと、第 i ステップの補助ネットワークが、形になってまして、uv というのは両方の子ですから、u から v に向かっている子は両方ともあるという形になっているわけです。で、この uv という子に対して、この、今、ここに書かれているこの、簡略費用ですね。これがゼロ以上にやるんだってことを、まず言いたいと。 ということになるわけですでそうすると、今この UV っていうものの、えっと、この、えっと、補助ネットワークにおける費用というのは、この子がですね、も、えっともとの、も、えっともとというかその I、i-1 ステップの時のに,にもこの子はあります。で、補助ネットワークの子の費用は変わりません。UV っていうこの費用と、U、UV というこの費用は、えっと、変わりません。なんて言えばいいんでしょうね。 もともとのグラフに uv という子があれば、その費用がそのまま uv の個になりますし、逆向きの子があった場合には、あじゃじゃえっと、逆向きのことをして uv という子が現れている場合には、それはもともと vu という子が、えっと、グラフにあるんですけども、その費用の符号を反転させたものが、この uv という子の費用になっています。で、その費用は、この、えっと、えっと、何だろうな、変わりません。変わりませんでしか言いません。だから、何だろうな。 えっと、今、この、なんでしょう。簡約費用を考えてるんですけども、この CFI って、この FI にけ、えっと、に対する、えっと、この UV というこの費用は、前のところの費用と変わらないと。で、これは二つ等しくなります。同じです。両方とも同じ、えっと、子が、補助ネットワークに存在してますから。ちょっと、説明がいきませんね。 正しいことを言ってるんですけども、正しいことを言ったらた正しいなのかというと、そういうことでもないので <laughs> えっと、伝わってないんですよね。伝え終わるようにちゃんと説明で言ってきたいんですけども、じゃあ一応、正しいことは言います。正しいことは言って、この2つのこの費用は等しいので、それはイコールで結んでますと。で、えー、っと、PUI、PVI と書いてあるのは、この大 i ステップにおける U と V のポテンシャルです。で、それはポテンシャルの更新どうやって行っていたかというと、前のステップのポテンシャルから距離を引いたもの。 という形で、ポテンシャルは更新ししてましたその次の等式はそれを整理したものです。整理しただけ。で、今この du-dv っていう、えっと、この距離の差があります。で、この距離の差が問題で何なのかっていうと、今ですね、えっと、この du と dv ってこの、えっと、ものは、この大、えっと、i-1 ステップの状況で、えっと、 考えて、今ですね、この図は何なのかってことがあんまりちゃんと言われていませんけども、先ほどはなんかこれは補助ネットワークであるかのように言ってましたけども、今ここで突然補助ネットワークではなくて、先ほどの、えっと、例のこところでいう、この右側に書いてあったグラフだと思ってください。突然。でそう思うと、この、えっと、この上の費用は簡約費用ですと。 いう形になってるで、そ,その時にえっに、と、最短度を計算したんだけども、S というものがあって、T というものがあって、その U までに至る最短度の長さが DU、V までに至る最短度の長さが DV という形になっていたわけです。この時のこの長さは簡約費用です。何度も言っていると。で、この時に簡約費用はどれも0以上なので、この長さに対しては三角不等式が成り立ちます。 これがこの仮定を使うところなんですけども、三角不等式が成り立ちます。なので、今、このな、このこの uv というこの長さを l だとすると D v D U、dv は du プラス l 以下になります。まあ、えっ、ー、と、前、えっ、ー、と、示した三角不等式じゃなくて、まあ、普通の意味の三角不等式ですね。前、示した三角不等式の場合は、えっ、ー、と、 まあ前示した三角投資と言ってもいいんですけども、前示した三角投資は、不経路消去のところでやったんですけども、その時には、えっと、えっと、なんでしょうね、この長さが負であってもいいんだけども、不経路がないときには、この三角投資が成り立ちますよって話をしたんですけども、まあ、この場合には、まあ、全部、あのもう長さゼロ以上なので、まあ、一応三角投資が成り立つのはあ、えっとたらえっと、その内容を思い出せなくても正しいんだけですけども、その内容を思い出しても正しいです。なんでかっていうと、ゼロ以上だから必ず不経路ないということが言えるからです。 はい、だから、まああの、どちらでもいいということにはなりまして、だから質問には答えていないんですけれども、質問をまず繰り返す必要はあったかもしれませんね、これ、あの中継してますからね。えー、と質問は何なったかっていうとあの、この不等式は前、えーと、証明した不等式が出てくるのかということなんですけれども、まあ、そう思ってもいいですし、そう思わなくても大丈夫ということです。何を,必要何を答えるか分からないんですけども、まあ、これは正しいということになります。で、えー、とこれから何がいるかっていうと、DU-DV は マイナス L 以上。これだから U と V からなんか区別つかなくてきませんね。でも今、口で言った通り、DU マイナス DV はマイナス L 以上ということが言えます。で、今、L というのは何なんだかっていうと、この U から V に向かっているこの簡略費用です。簡略費用ですので、DU マイナス DV はそ、これ今、この部分がこれ L ですね。この簡略費用にマイナスをつけたもの以上になっているという不等式が得られるわけです。よろしいでしょうか。で、ちょっと今書いたものを消します。 見にくいので,、S S、でそうすると、何が悪いかっていうと、ここの部分ですね、この前に、えー、書きたかったんですけれども、この前の部分と、この今、下に書いたここの、えー、っとマイナスがついてる部分、これ、全く同じになってます。ということなので、この不等式で置き換えると、これは0以上だということになるわけです。 ということで,で、この場合には、ちゃんとこの新しいところの第 i ステップの簡略費用がやっぱりゼロ以上になりますよとか言えるということになります。で、これは、この UV という子が両,両方にある場合です。で、そうじゃない場合。UV は、この、えっと、第 i ステップの方にはあるんだけども、第 i-1 ステップの方にはない場合を考えましょうと。で、そうすると、今考えているここのグラフっていうのは、 補助ネットワークですから、uv という子がないんだとすると、逆向きの vu という子があるはずなわけです。で、ありまして、それが1ステップ経つと現れるということになっているので、この v から u に向かっている子を通る最短路を使って、この vu が逆転した形で現れてくるということになるわけです。それは必ず起きています。ということを念頭に置いて、今考えたいこの簡約費用ですね、この u から v に向かって、 この解約費用を当ていきましょうということになります。で、そうすると、今、UV という子は、この大 i マイナス1ステップじゃないんだけども、逆向きの子があるわけです。で、逆向きの子とじゅ、え、違うな、えっと、ある子と、その逆向きの子が、えっと、補助ネットワークにあるってことは、その逆向きの子は、んどういう意味だろうな、この2つの子の費用っていうのは、えっと、マイナス1倍しただけの違いしかありません。 しかないっていうのかなマイナス1倍だけ違いがあります。ので、どういうことなのかっていうと、この CFIUV というのは、マイナス CFI マイナス1。だから、このここのですね、V から U に向かっている、この、この費用にマイナスをかけたものになるということになります。いいですかだから、これはちょっとややこしいんですけども、今これ V から U に向かっているので注意をしてください。でいうか、ここ VU になっています。で、後ろのポテンシャルの更新先ほ,先ほどと同じです。ね、で、 それを整理したものが下に書かれてますということになっています。で、また、この d u マイナス d v あるので、これを見てみましょうと。で、そうすると、今、この、えっと、上の状況において、また、この、えっと、v から u に向かっている、この、この長さ、簡約費用なんですけども、それを l と書きましょうと。すると、ここでは、v、なんていうのこの更新するときに、この vu という項を通る最短路を使って更新しているので、v、 と U の距離を比べると D U、DU イコール DV プラス L になっているわけです。この赤いのが、えっと、最短路だから。最短路であって、U に行くにはその手前が V になっているということなので、V まで行って、この L だけ使って U に行くのが一番短いわけです。だから DV プラス L が DU っていうその U までの距離に等しいということになっているということになります。 ってことは、この DU-DL は何なのかというと、これは L になります。L っていうのは、つまり、えっと、この V から U に向かっている子の簡略費用です。だこんな感じになると。これその、この部分における簡略費用ですね。簡略費用。そうすると、これは、この前に書いてあるものの符号を反転させたものになってますから、 これ足すとゼロになるということになります。いいですかということで、どちらの場合にも、この考えている簡約費用というのがゼロ以上になるということが言えまして、この簡約費用を最適性条件を常に満たし続けるという性質が成り立つということが分かったわけです。つまり、これによって、最終的にこの逐地最短の方が停止すれば、その時に得られている F というのが最小費用ビールになるということが言えます。 これちょっとあるから、ち先に先先、先に、先に、先にこれ見ますね。これですね。だから、次の最短の方が定義するときには、その出力が最小 B 流であるいうことが、最小費用 B 流であるいうことが、今の、その、普遍条件からわかるということになります。 で、ちょっとこのページ先に出しちゃったので、ちょっと先にいっておきますね。で、補足。まあ、逐次最短の法っていうのは、まあ、英語で言うと、サクセッシブショーテストパスアルゴリズムのことで、まあ、他の日本語の言い方としては、最短の繰り返し法ということがあります。で、これ、誰が考えたのかっていうことはよくわかんないというか、私もちゃんと追ってないというか、いろんな本に書いてあるとこここで、あの、うのみにしてお話しするという、あんまりよくないタイトルではあるんだけれども、それを言うと、えっと、まあ、ジュエル入り、ブサッカー、バサッカーかもしれない、ブサッカーゴーウェン。 の論文に端を走っていると言われていて、まあ、それをちょっとわかりやすくしたのがエドモンズ・カープ・富澤だというふうにまあよく書かれています。で、重要で皆さんにここでちょっとあの無駄話と言っちゃいけないんな,な,なんて言うんだっけ無駄話じゃなくて、えっと、ごめんなさい、日本語はまた出てこない。えっと、んて言うんだっけな。余談。余談としてお伝えしたいのは、これ、入りとかですね、富澤。これ、日本人。これとは言ってる、人の言ことをこれとは言っておきませんけども、この人々は、 えっと、日本人で、まあ、入江先生と富澤先生で、まあまあ、この分野でよく知られているでだ、えーまあ。だから、このなんかネットワークフローとはですね、こういう話、すごく日本人の名前がです、ね、よく出てきます。で、まあ、この授業ではそのまあすごく古典的なことしか扱わないので、古典的なところであんまり出てくる名前はないかもしれませんけども、もう少しそのですね、これだからこれは60年代とか70年代の話で、かなり古いわけですけども、まあ、これがですねだんだんその80年代、90年代。 2000年代とかになってくると、もっとあのいろんな人の名前が出てきたりして、まあ、すごく日本人がです、ね、活発に研究をし,していた分野し、していたっていうと、ちょっと今、研究成長に怒られるかもしれませんけども、えっと、していた、なおかつ今もしている分野であるということであって、だからまあ皆さんも、もしこういう論文を読むことがあったりすると、あの日本人の名前がよく出てきたりして、まあ、驚くかもしれませんけども、まあ、実際そういう形になっていると。まあ、イリ先生は最近、まあ、2018年最近と言っていいかどうか分かりませんけども、あのまあ、お亡くなりになって、入、ま、江、あ、先生あの、 このネットワークフォーだけじゃなくて、あの数値計算とかでもですね、よくあの名前が出てきたりして、すごくこの,あの日本のこういう分野における、あの、転屈者としてよく名前が出てくる方でもあります。富澤先生、あの、ぜひ、あの、Google とかで調べてみてください。例えば、丘を拝見できると思います。で、えっ、ー、と、ネットワークとは全く関係ないところで、最近、あの、よく出てくるお名前でもあるので、まあ、調べてみてくださいということだけお伝えする。で、 今、これはだから最短路を使って増加させていくって話をしたんですけども、それはやっぱり重要で、最短路を使わないとうまくいかないわけです。で、ちょっとそれを例をちょっとご紹介します。これ、俺、先ほどの例の、えっと、この1流した後の状況です。で、まあ、こういうようなグラフ作ってましたと。ネットワーク作ってましたと。で、この時に先ほどは最短路にあの沿って流していたんだけども、仮にそうじゃなくって最短、最短路ではなくて、こういうなよくわかんない経路。 に沿って流したとしましょうと。これされたのじゃありません。ここになんか費用5っていうのがあって、もう大きすぎるんで、これされたのじゃありませんが、仮にこれで流してされたとしましょうと。一切流したとすると。で、これに沿って更新をしたとしましょうと。で、そうするとこんな感じになります。こんな感じになります。こんな感じになります。で、そうすると、この時には下にあるような、えっ、ー、と、なんだ補助ネットワークが得られて、その時に右のようなグラフを作ると、こういう形になります。で、そうすると、 これ、簡略費用を書いてるんだけども、この簡略費用として、マイナス5っていう負の値を持つところが出てきてしまうので、先ほど言っていた簡略費用最適性条件の条件を、この場合は満たせませんということになってしまって、困っちゃうわけですね。先ほど言っていたその普遍条件が保たれないということになってしまって、この場合では、まあ、正当性が今のような形の証明ではできないということになってしまって、まあ、困るわけです。まあ、だからその最短の使うっていうのは、割とまあ、この考え方で言うと、割と自然というか、まあ、この、 不見、えっと、条件を成り立たせるためには重要であるということが、まあ、こういう例からも分かるということになりますので、適当に選ぶということにします。はいそれで 今、正当性を言ったんですけども、正当性と言っていたのは、まあ、止まるんだったら、その時に得られているものは最小費用ビールですよっていう、これは実はですね、あの前にあった、えっと生ッと消去法であるとか、その前の不平等消去法であっても、停止するときには、その時の出力が最適解ですよということしか言えなくて、本当に停止するんですかってことについては、まあ、何も言っていないわけです。 で、その、ま、提出性のことはちゃんと言わなくちゃいけないんだけども、えっと、前までやっていた、えっと、不平路消去法と生活と消去法の時には、あんまりその定出性の話はしなかったというか、まあ、コメントだけ、補足だけで終わらせていたのですけども、まあ、それだけで全てのアルゴリズムの話をしてしまうのはちょっといかんなと思ったので、逐次最短の方については少しその定出性のことを言いたいなというつもりで、今回と次回その定出性とか経済上の話をしていこうと思います。はい。で、と言いながら、 ま、補足というか、あの、証明することを、ことをまず言います。状況を言います。えっ、ー、と、容量や供給、需要、つまり、えっ、ー、と、容量って言うと、これ U ですね。U とか、U とか B が実数の場合には、工夫しないと停止しない場合があります。これは、その最大流行の問の時とか、不平路消去法とかの時と同じであるんですけども、工夫をすると止まります。<laughs> で、この工夫は、 実はいろんな工夫があるんですけども、えっ、ー、と、この授業では説明しないとなります。で、この工夫はややこしい。えっ、ー、と、どんな工夫かも言えない。えっ、ー、と、不平等消去法の場合には、どのようにスケールを選べばいいんですかっていうことだけは工夫だったんですけども、この場合の、この逐次最短の法の場合の工夫は、まあ、特にこのオーリンーのリズムっていうものが行っている工夫は、ちょっと一筋縄では言えない。なぜかというと、この工夫にはすでにスケーリングが入っているからです。 でまあ、ややこしいんですねや、ややこしいとか言いながら、まあ、いろんな本には書いてあるんですけども、まあ、この授業では,ちょっとではちょっと述べないと。で、このなんかスケーリングをするのに、強太公式時間になるっていうのは、まあ、ちょっと今までのこの授業の話の流れでは言い切れないんですね。あの最大量問題の時に、量量スケーリングって話をしたんですけども、それはなんから、似た公式時間のアルゴリズムを弱太公式にするときに行うようなイメージを与えていたので、 それによって、強多公式時間アルゴリズムが得られるようなイメージを我々は持っていないんですね。だけども、実際はそのスケーリングによって強多公式時間アルゴリズムが得られるという仕組みがあって、それはそれで深いんだけども、この授業では話はできないということになります。で、まあ、実際、まあ、このオーリンのアルゴリズム、ある種のスケーリングを行うことによって強多公式時間を達成しています。 で、まあ、えっと、そのアルゴリズムの中では、まあ、これ、蓄字最短の法なのに従っているので、最短の計算を行うっていう部分もありまして、最短の計算は、えっと、ダイクストラ法の計算量があると、それはここに書いてあるような M、M プラス N ログ N です。M が個の数、M が頂点数です。で、まあ、それかける M ログ N ぐらいの計算量でできますよっていうふうに言ってるのが、まあ、このオーリンのアルゴリズムというもので、まあ、これは、まあ、あの、いろんな本には書いてあるので、まあ、興味がある人は調べてみてくださいということになると思いのほかややこしい。 で、すすけどもも、まあ、本に書いいいてあるるのののでで、まあ、頑張れば読める <laughs> というぐらいのものですで一方で、まあこれ、これ実数の場合なんですけども、今からやるのは、まあ、実数の場合じゃなくて、これらが整数の場合の話をしたいということにします。で、工夫がなくても、整数だったら、今から説明するように、ギタ公式時間アルゴリズムであるということが言えます。で、次回、それに対してスケーリング法を適用して、弱多公式時間の計算量を導くということをしようと思います。 はい、今からはこのギター公式時間の話をするんだけども、じゃあ、そもそもギター公式時間って何だったかってことを、えー、っと思い出します。で、最大流問題のときには、最大流問題がギター公式時間アルゴリズムとか弱多公式時間アルゴリズムって何だったかってことの定義を一応したので、まあ、それに従ってやろうとすると、まあ、今日も最小費用流問題に対してギター公式時間とか弱多公式時間っていうものが何なのかってことを一応説明する必要があるので、それをまあ今からやります。 でそう思うと、まずその入力がどのようにまあ符号化されるのかってことをちょっと考えなくちゃいけないと。で対象漂流問題においては、有効グラフと容量、費用と需要と供給を表す B という関数がまあ与えられるというふうに言っていたわけです。でそうすると、このえ、えっと、グラフを表現するところは最大流問題のところと同じで、でえっと、容量も同じですけども、この費用と供給を表すためにも何か、 まあえっと、容量必要、容量というか、サイズ、えっと、ビットが必要になってくるということになります。で、まあ、考え方としては、雇用用の場合と同じで、一、まあ、つの数値、UA っていうのを複合化しようと思うと、オーダーログ UA ぐらいかかるっていうのが同じように、雇の費用や需要供給に対してもありますよということになります。まあ、ただ、需要と供給のこの B っていうのは負の値を取ることもあるので、ここでは絶対値を取っています。 符号を表すのが1ビット必要な,必要なんですけども、まあ、1ビットっていうのはこの O, o 表現、O 記法の中にまあ定数として隠れていると思ってくださいということになります。でそうすると、まあ、このログ UA とかログ CA とかですね、このログ絶対値 BV って、ここら辺が重要なパラメータになってくるかなっていうまあ気がするということになります。でそういうことになるので、一応、最大流問題の時と同じように、えーと この最小費用流問題の計算量を考えるときには、まあ、頂点数の n こ、この数の m と、この ua の最大値、ca の最大値、bv の絶対値の最大値をそれぞれ、largeu、まあ、largec、largeb Large と置くことにして、この ucb も使って、 で計算ラージ U とかラージ C とかラージ B っていうものを見たらここに書いてあるものだというふうに思ってくださいということになります。でこのえっ、ー、と N と M と U と C と B を使って計算量をか,かるときにこういうことになると。 えと強多公式時間アルゴリズムといったら、それは N と M だけの多公式で抑えられるもののことを言っていて、弱多公式といったら、それは N と M とログ U、ログ C、ログ B の多公式で抑えられるもののことを言っていて、ギタ公式といったら N、M、U、C、B の多公式で抑えられるものというふうに考えましょうと。えー、と最大流問題のときには、この C、B がなかったわけですね。だけども、最小費用流問題はもっとたくさん入力にえっと与えているものがあるので、 いろんなことを考えなくてはいけませんよということになると。で、えっともえっと、最大流問題のときに言ったことの復習としてもう一度言うと、強多公式時間アルゴリズムは弱多公式時間アルゴリズムであり、弱多公式時間アルゴリズムは自タ公式時間アルゴリズムであるというふうに言えるということになります。で、我々が普通多公式時間アルゴリズムと呼ぶものは、弱多公式時間か強多公式時間です。 ギター公式時間というのは入力のサイズに関しては多公式時間アルゴリズムではないので注意をしてください。u とかっていうのは先ほど書いていたここら辺の logu とかに対しては指数関数的に大きいのでそれは注意をするということでした。はい、で今からやるのは先ほどの蓄字最短路法というのがここら辺のですねデータが全部整数であるときにはギター公式時間アルゴリズムですよということを言います。 でそれは割と簡単にわかります時間余ってしま,しまった。まあ、でも別に余っても変わらないのがいいです <laughs> えと。なんでか、こんな形で、まあ、なんかあのどんどんこの B が大きくなっていく。で、まあ、B0 から始めて、警、ま、戒、あの繰り返しを行いましょうというふうに思っているとします。で、今考えているデータは全部整数なので、なんか最短路に沿って流量を増やしましょうといったときに、増える量は必ず1以上になっています。 つまり、この需要と供給って見方ですると、需要と供給、需要は必ず1満たされて、供給も必ず1増えるということになります。ということなので、この絶対値の和っていうものを、この見ていくと、絶対値の和、需要と供給の和っていうのは必ず、このステップが1進むごとに、必ず2以上は増えるということが言えるわけです。1供給の分、1需要の分、合計2以上、必ず増えるということが言えるわけです。 でそうすると、今、えっと、この量ですね。しまった。私は今間違っていることに気づいた。よかった。じゃあ後、あとで直すんですけれども、えっと、この最終的にですね、この量、つまり、えっと、今書けてますね、書けてますね。えっと、BV の絶対値、B、このこの B ですね、の V の えっとこの場ですね。これっていうのは上から頂点数かける B の最大値、の B の絶対値の最大値で抑えられるということになります。ってことになるので、えで、えっと1、1つ進むごとに必ず2以上は増えていくということになるので、えっと、この繰り返し回数は高々 NB のオーダーになります。まあ、2分の NB。 と言ってもい,いかもしれませんけども、まあ、2分の nb はオーダー nb なので、半分回数は b ではなくて nb ですね。オーダー nb になります。すみません。b の定義を私は間違えていたので、えっと、b はちょっと b の定義を間違えていたので、ちょっと今これ、色ができませんけども、ちょっとだから見にくいので、ちょっと書き直すと、書き直したい。書き直したい。書き直したい。だ、これ、b ではなくて、オーダー nb です。すみません。これは間違えましたね。オーダー nb。 で、反復が終わるということになります。だから、計算量としては、反復回数はオーダー NB。じゃあ、1回の反復で、あと、あのどれぐらい時間がかかるのかということが分かれば、反復回数かける致反復の計算量で、全体の計算量が分かるということになります。で、ちょっとアイオリジン見てみましょうと。とこんな感じだったと。で、さっきほど言った通り、反復回数は B じゃなくて NB ですと。オーダー NB ですということは言っといて。で、そ,それで今、この 一半復に、じゃあどれぐらい時間かかるでしょうかとかっていうことを考えるわけです。で、そうすると、まあ、補助ネットワークを作る。まあ、これは簡単です。<laughs> 簡単とか言って言ってませんけども、これ簡単です。あんまり時間かかんない。まあ、あんまり時間かかんないということが、どういう意味なのかこと、あとで言います。で、費用を簡略表に変更する。頂点追加する。これも簡単です。えっと、新しく項を貼る。これも簡単です。で、難しいのはこの5番です。この部分、この5番のところでは、最短度を計算する必要があります。 これは難しいです。難しいというか、これはちょっと注意が必要です。で、6番更新、7番更新このこの。この更新も簡単です。で、簡単って何なのかっていうと、簡単っていうのは、どういう意味かっていうと、オーダー M だと思ってください。だから、まあ、この個の数ぐらいに比例する時間で、この1から4、6から7は行えるってことになります。で、難しいのは、難しいのは、ね、ややこしいのはこの5番だけで、ここは最短路をきちんと計算する必要があります。で、これ、これは頑張る。で、頑張るんだけども、先ほど言った通り、これは、まあ、ダイクストラ法を使って、 と、まあ、計算量としては、オーダー M プラス N ログ N でできます。1から4、6、7は全体でオーダー M。えっと、5のところは M プラス N ログ N なので、えっとこのすべての部分ですね、1回の反復において、えっと どれぐらい時間がかかるかっていうと、オーダー M プラス、オーダー M プラス N ログ N になるので、これは、えっ、ー、と、全体としては、オーダー M プラス N ログ N になります。ということになります。というのが次のページに書いてあって、まあ、こんな感じですね。ここ以外は、ここ以外は、オーダー M で、ここがダイクストラ法で、オーダー M プラス N ログ N。えっ、ー、と、半分回数は、オーダー NB ですと。すいません。 ということになりまして、えっ、ー、と、全体としては、反復回数 nb かける1回の反復にかかる計算量 mn ログ n になるので、で、全体としては、ここに n を入れて、nb かける m プラス n o g n という形になるということになります。いいですかね。まあ、こんな形になるということになりまして、まあ、これは b というものがそのままで出てきてるから、ギター公式時間ですということになります。はい。 で、えっと、今ここではこの容量と供給需要が整数だってことを一応まあ仮定してるんですけども、えっと、実は、えっと、まあこの計算を出すためには、えっと、費用は整数でなくても構いません。費用は実数でも大丈夫です。なんでかっていうと、その、まあ実際はその、あの、だから、えっと、容量、供給需要、費用が全部実数であると、 その最大流問題の時と同じように変な例があって、全然収束しなかったり、止まらなかったりするわけなんだけども、えっと、このアルゴリズムでですね費用を使ってるのは、その最短路を計算するところだけなんですよね。で、そこはあのダイクストラ法を使っているんだけども、ダイクストラ法自身は教託を式時間アルゴリズムなので、その費用の整数性は必要ないんですね。 でどこが問題かっていうと、その見つかったサイトなどに沿って、流すだけ流すというところが一番問題で、そこのところで変なことが起きるので、最大流問題の増加動行の時のように、なんか収束しなくて、どん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 止まらなくて、あらぬところに行ってしまうということが起きえるんですね。で、でそれはその容量と供給需要のところだけは問題なので、まあ、それだけは整数である必要があるんだけども、費用は整数でなくてもいいということは注意をしておきたいことなので。 もう1つの注意は、これはデュ公式時間アルゴリ、これはこの計算量はデュ公式時間なので、これではまだ蓄字最短の方が多公式時間アルゴリズムであるということが言えませんということになります、はい。ということなので、次回の話とまとめなんですけども、き、まあ、今日のまとめとしては、簡約費用最適性条件から出てくるアルゴリズムとして、蓄字最短の方というのをご紹介して、さあ、これが事前に思えたでしょうか、思えなかったでしょうかという、まあ、 アンケートがあるわけですね。ということなので、あ、えー、と後でコメントで教えてくださいということになります。はい。で、次回の内容は、まあ、これを高速化する、つまり弱託をし時間化するために容量スケーリングを行います。で、ちょっと言っておくことがあるんですけども、で、ええじゃもう一個、で、多分これだけでは時間が余るので、手相追放という別のアルゴリズムを紹介します。で、ちょっと言っておくことは何なのかっていうと、これですね。今、この入力としては、 最大流問題の時には雇用量だけが与えられていたんだけども、えっと、最小費用流問題ではこの費用と需要供給も与えられるわけです。で、最大流問題の時には数値的なものは、この雇用スケーリングに対しては考えが及ばなかったわけです。だけども、今最小費用流問題では数値が出てくるのが、容量、費用、需要供給がたくさんあるので、何を スケーリングしようかっていうかい選択肢は実は実たくさんんあるんですね容量をスケーリングしましょうという話もあるかもしれませんし、費用をスケーリングしましょうという話もあるかもしれませんし、需要供給をスケーリングしましょうという話もあるかもしれないわけです。で次回やる容量スケーリングというのは、実は、まあ、容量だけじゃなくて需要供給もスケーリングします。というのは、まあ、ここで言っていた通り、 まあこの需要と供給、そして、まあ、容量が整数の場合というのを考えてますから、まあ、それらをスケーリングすることによって、高速化しましょうという話になるんですけども、アルゴリズムによっては、もしかしたら、費用をスケーリングするということがあるかもしれませんし、他のものをスケーリングするということがあるかもしれませんし、すべてのものをスケーリングするということがあるかもしれませんし、まあ、よく分からないというか、いろんな選択肢があるっていうのが、またここが、その任意性がありますよっていう話にまあつながってくるかもしれませんが、 そういう話が、ちょっと次回、あの、は間見えるかもしれないということになります。はい。では、今日の授業はこれで終わりになります。ちょっと15分ぐらい余ってますけども、まあ別に早く終わるのはいいので、えー、とじゃあ、えーと、早く終わりまして、次回はこういうことになります。では、終わりになります。